八代駅。八代駅は、熊本県八代市萩原町一丁目にある、九州旅客鉄道、JR 九州、日本貨物鉄道、JR 貨物、日殺オレンジ鉄道の駅である。熊本県南部の主要都市である八大市の中心駅である。JR 九州の鹿児島本線と日殺線、日殺オレンジ鉄道の日殺オレンジ鉄道線の、計算路線が乗り入れており、 鹿児島本線は当駅が文字港側からの終点、必殺線と必殺オレンジ鉄道線は当駅が起点であ、JR 九州と必殺オレンジ鉄道の共同使用駅となっているが、必殺オレンジ鉄道線、当駅川内駅間は、かつて JR 九州、鹿児島本線の一部だったものが、2004年の九州新幹線、鹿児島ルートの部分開業に伴って必殺。 オレンジ鉄道に経営移管されたものであり、移管以前の当駅は旅客駅としては JR 九州のみの単独駅であった。JR 九州における当駅の所属線は鹿児島本線である。当駅を経由する全旅客列車が停車する。普通列車は当駅始発、終着が主であるが、当駅をまたいで、日立線、人吉駅と鹿児島本線。 熊本駅を結ぶ区間に特急列車、快速列車及び臨時列車 SL 人吉が運行されている。2016年3月26日のダイヤ改正以降は、被殺線、吉松駅発着の伊三郎、新兵、一往復が熊本駅まで延伸運行されるようになり、当駅に停車するようになった。さらに、被殺線からの普通列車の打ち朝の一本は、 鹿児島本線に乗り入れ新八代駅まで運行される。ほか、日殺オレンジ鉄道線からの列車も、一部の普通列車や観光列車、オレンジ食堂が新八代駅まで、土曜、休日運行の快速、スーパーオレンジは、熊本駅まで乗り入れる。2016年3月26日のダイヤ改正で、九州横断特急の区間短縮、熊本人吉駅間の廃止及び特急、 熊川が廃止され、一般車両による快速列車への格下げがなされた。いずれの特急列車も必殺線と鹿児島本線を直通するもので、廃止前は熊川は熊本駅まで、九州横断特急は熊本駅から、さらに豊肥本線に乗り入れて、別府駅まで結んでいた。同特急の廃止後は当駅発着の優等列車の設定が消滅していたが、 2017年3月4日、ダイヤ改正で、D&S 列車第11弾として、熊本人吉間に特急、川瀬宮瀬美が3往復新設されたほか、熊本吉松間を結ぶ快速、伊三郎、新平1往復も、特急列車に、格上げ、人吉吉松間は普通列車され、約1年ぶりに4往復の優等列車の発着が、復活した。なお、 それまで運行されてきた快速列車は、早朝の上り人吉発熊本行一本と深夜の下りあたり駅始発人吉行き最終列車を除いてすべて特急、川瀬宮瀬見山に置き換えられた。2018年3月17日ダイヤ改正で、早朝の上り人吉発熊本行一本と深夜の下りあたり駅始発人吉行き最終列車の快速列車が廃止され、 被殺船の運行本数の見直しや時刻の繰り上げや繰り下げが行われた。またかつては当駅発着列車と近隣の八代港発着のフェリーとの連絡運輸も行われていた。八代港からは天草諸島各港へのフェリーが発着していたが、天草方面へのタルートによる交通が整備されてきたこと、及び九州新幹線、新八代駅開業により、 当駅の優等列車の発着や観光客が大きく減少したことにより、参考バスの八代港連絡バスが2010年930日限りで廃止されたため、同年10月1日をもって連絡運輸を終了している。このように、現在同士の広域旅客輸送の玄関口としての役割は2004年に誕生し、博多駅方面、 鹿児島中央駅方面などと九州新幹線で直接結ばれている隣駅、新八代駅に譲っている。八代駅は1896年、明治29年11月21日に、後に国鉄鹿児島本線となる路線を建設した私鉄の九州鉄道によって松橋八代間開通と共に開設された。この時の駅の位置は現在地よりも西側の 出町公園があるあたりであった。九州鉄道は1907年、明治40年7月1日に国有化され、当駅は国有鉄道の駅となった。しかしその後、人吉まで後に、被殺線となる路線が開通する際に、当初の駅の位置では折り返し運転が必要になることから、これを避けて現在地点に移転することになった。これにより、 船長初代八代間の線路から分岐して、こう描くようにして、現行駅に入る線路が建設され、二代目の八代駅が1908年、明治41年6月1日、八代、人吉間の開通と同時に開業した。この際に、初代八代駅は二代八代駅と結ぶ線路に付け替えられて、貨物用の熊川に扱い所として使用されるようになった。 1909年、明治42年10月12日、国有鉄道線路名称が制定されて、文字から人吉に至る路線は、人吉本線と命名された。しかし間もなく11月21日には、人吉吉松間開通により鹿児島までが、全通して、鹿島本線と改められた。1911年、明治44年に、2018年、 平成30年まで使われた木造平屋建ての駅舎が完成した。1912年、明治45年7月11日に熊川、二厚会所は正式に熊川駅となり、鹿児島本線に属する貨物駅となった。営業キロは、マイル時代は0.8マイル、メートル方式後は1.3キロメートルとされた。1923年、大正12年7月15日、 当駅で鹿児島本線から分岐して日鍋までの道が開通し、当初はこちらが日殺線と名付けられた。この路線はそのまま延長されていき、1927年昭和2年10月17日に全通して、こちらを経由する路線が鹿児島本線に当駅で分岐して人吉を経由する路線が日殺線に名称を入れ替えられた。熊川駅は、 1945年、昭和20年6月10日に、書類上は廃止となった。しかし実態としては、貨物扱い設備が存続し、八代駅構内の扱いで営業が継続されていた。1989年、平成元年11月12日に、交流電各館としては、初めての着発線、200方式を導入した新しい、 貨物取扱設備が旅客駅に隣接する位置に設置されて、使用開始したことから、旧熊川駅の設備は廃止となった。熊川駅へ至る線路跡は道路に転用され、駅の跡地は八代市により、熊川駅地区と地区画整理事業が施行され、出町公園などになっている。この公園には、かつての熊川駅跡であることを示す、 説明版と国鉄 C57 型蒸気機関車の動輪の展示が行われている。2004年、平成16年3月13日、九州新幹線の新八代、鹿児島中央間開通に伴い、東駅より南側の鹿児島本線が川内駅まで並行在来線として経営分離され、第3セクターの必殺オレンジ鉄道が運営を引き継いだ。 このために当駅に必殺オレンジ鉄道の設備が設置されている。1911年、明治44年建設の駅舎が老朽化してきてたこと、また2016年に発生した熊本地震の影響で建物の一部が損傷しているためこれ以上の維持に困難があるとして、2016年、平成28年4月に所有する JR 九州が、 駅舎建て替えへの移行を示した。首都協議の上、鉄骨作り平屋建ての和風デザインの駅舎を建築することになり、2018年、平成30年4月14日から仮駅舎に営業を移転した上で、旧駅舎を解体し、新駅舎は2019年、平成31年1月完成を目指して、建て替え工事が開始されている。島式ホーム一面二線と、 単式ホーム一面一線及び切り欠ききホームを一線、追加した二面四線の構造の地上駅で、一番線と二番線の間に上り、列車用の中線、三番線の隣に側線、その隣に JR 貨物の貨物列車用のホーム、JR 貨物八代駅貨物取扱所発着が設置されている。JR 九州側のホームでは、一番線と2.3番線を、 結ぶエレベーターを2機設置している。単式ホームの鹿児島側と切り欠き式ホームを必殺オレンジ鉄道が使用する。また、抽選と側線は主に貨物列車が使用している。JR 九州と必殺オレンジ鉄道の駅舎は独立しているが線路はつながっていて、番線ホームの中間部分に JR 九州と必殺オレンジ鉄道の仕切りと連絡改札口があり乗り換え取り扱いを 行っている。JR 九州の改札口は一つだけだが、八代全国花火競技大会開催時は、多客のため、一番線の熊本方にある古戦橋の横の柵が開かれ臨時改札口として使用される。運転信号関係は、JR 線、日殺オレンジ鉄道とも、JR 九州の係員が担当しており、鹿児島本線、日殺線、 必殺オレンジ鉄道とも列車の夜間大白がある。また、JR 駅舎と必殺オレンジ鉄道駅舎の両方にコインロッカーが設置されている。1911年、明治44年建設の木造平屋建て駅舎が使用されてきたが、2017年、平成29年から建て替え工事が開始され、2018年、平成30年4月14日より、 仮駅舎に移転して営業している。駅舎は一番線ホームの熊本側に面する。出海札業務を JR 九州鉄道営業が受託している。業務委託駅で駅係員が終日常駐している。自動券売機2台、緑の窓口やポス端末、待合室が設置されており、待合室のすぐ隣にファミリーマート JR 八大駅店が入店している。 2012年12月1日より死後かが利用可能となったが自動改札機の設置は行われず IC の読み取り機のみを消してあり、日殺オレンジ鉄道との連絡改札口にも改札口手前に IC 読み取り機が設置されている。有人駅で駅舎は日殺オレンジ鉄道本社や乗務員、宿泊施設に隣接する形で一番線ホームの鹿児島側に面する。 自動券売機1台、待合室、出札窓口、改札口が設置されている。駅業務は連絡改札口の改札を含めて NPO 法人オレンジサポートステーションが業務委託しており、出開札業務や駅施設管理まで担当している。なお、窓口は JR のポス端末などは置いておらず、自動券売機以外での乗車券の発行は、 常備券や手書きの出札補充券での発行となる。守護家などの IC カードにも対応していない。また窓口の営業時間が、下記の通り朝から夕方までの時間に限られており、それ以外の時間帯は無人駅になる。かつては2004年の開業時より、地元の NPO 法人ネットやつしろが長らく、駅業務の業務委託を行い、メンバーが、 駅業務の傍ら定期的に母親の育児相談や高校生の食育料理教室などの催し物も開催していた NPO 法人の活動業務の変更と縮小に伴い2015年3月31日をもって業務委託を終了し翌4月1日から直営駅となった。また開業時より改札口付近で地元八代産の野菜、魚、惣菜、 パンや調味料などの食料品、土産品、日用品などの販売が行われていたが、業務委託終了に伴いこれらの販売もすべて終了した。業務委託終了後の2015年4月1日から6月30日までは、唯一、日殺オレンジ鉄道の直営駅となり、本社社員が駅業務を行っていたが、7月1日より上日の、 NPO 法人オレンジサポートステーションが業務用開始した。このほか、駅構内の南東側に3本の留置線があり、日中は被刹オレンジ鉄道の車両、日中から夜にかけてな被刹線の車両が、深夜帯は鹿児島本線の列車が数本留置される。このため被刹オレンジ鉄道の朝と夕方の一部の列車は当駅で列車の増結、分割を行う。 その他必殺線と必殺オレンジ鉄道の列車は、ダイヤ上の都合や車両に不具合が発生した時、朝ラッシュやイベント開催時、団体乗車など、他客の乗車が発生した場合などには当駅で予備車両との車両交換や、列車の分割、増結を行うこともある。また蒸気でも記述したが、通常は深夜、早朝の夜間退泊のため電車車両も留置されるが、 八代全国花火競技大会開催時は、臨時列車が多数増発運行されるため、この留置線に夕方から夜間にかけて一時的に、鹿児島本線の電車車両が多数留置される。その際には、被殺線の車両は留置線ではなく1番線と2番線の間にある中線に留置される。JR 貨物の駅は、旅客駅の北東にある、取扱量の 約80%が駅資金にある日本製紙や津代工場に関わる製品となっている。一面のコンテナホームと二線のコンテナに薬線がある。ホームの北側に接する薬線は側線だが、南側に接する薬線は着発線、二薬方式、E&S 方式を採用する着発薬線である。また、駅構内には、 営業窓口の JR 貨物八代営業所も置かれている。貨物列車は1日1往復のみ、熊本駅方面との間に高速貨物列車が設定されている。1989年、平成元年11月に旅客駅隣接地に移転する以前は、コンテナホームや二役線などの貨物取扱施設は、旅客駅の西方の熊川沿いにあり、 旅客駅から側線が伸びていた。この位置は1896年、明治29年に開業した初代八代駅の位置であり、1908年、明治41年6月の八代駅移転の際、その跡地に荷物国所として開業。その後、1912年、明治45年7月11日付で荷物駅の熊川駅となり、1942年、 昭和17年4月1日付で貨物駅に変更された後、1945年、昭和20年6月10日付で八大駅に統合され、八代駅の貨物取扱施設となった。八代地区でコンテナ取扱いが始められるにあたって、コンテナホームなどが整備された。国鉄時代末期の貨物取扱縮小に際しては、近隣の貨物取扱駅の機能が集約され、 拠点として位置づけられた。国鉄分割民営化後、旅客駅付近の機関区、客課借跡地を活用した基盤整備事業が行われることとなり、この事業によって1989年、平成元年11月に貨物取扱施設は旅客駅隣接地へ移転し、旧施設は閉鎖された。跡地は、八代ハーモニーホールや出町公園となっている。かつては、 旅客駅の北側にある日本製紙厚白工場への専用船があった。同工場内には製品発送用ホームや製紙用化学薬品の受け入れ設備があり、有害者による製品の発送やタンク車による液化塩素等の受け入れが行われていた。有害者による製品発送は1996年までにコンテナへの置き換えを完了して廃止となり、タンク車による 化学薬品の受け入れも2005年までに終わりしたため、以後は専用船は使用されておらず、船路も撤去された。また、旅客駅の西側には、工人八代工場、山岳オーシャン、現、メルシャン八代工場、日本セメント八代工場への専用船が接続しており、中心市街地を迂回して、各工場へ伸びていた。このうち日本セメント専用船は、 八代工場の閉鎖に伴い1980年、昭和55年2月1日に、谷社の専用線は1984年、昭和59年2月1日に廃止となった。線路跡は遊歩道として整備され、日本セメント、八代工場跡地は、夢タウン八代と、山田電機、テックランド八代店となっている。かつては、八代駅近くに、本店工場があった。 駅弁業者、株式会社水洗い屋駅近くの中華料理屋、ふとしろが駅弁を販売しており、水洗いは、熊川の鮎を使用した鮎の塩焼き弁当や鮎の甘露に使用した鮎弁当、ふとしろはが、ラッパ弁当が名物であった。が、ラッパ弁当は、土休日は、熊川のカッパ伝説にちなんだ急戦法のコスプレを、した店員が、ホームで立ち売りを行っており、 旅行者やファンに親しまれていた。しかし、水洗いは1990年代後半に経営破綻により廃業し、ふとしろうも2004年に八千代駅川内駅間が必殺オレンジ鉄道に経営移管された際に駅弁販売から撤退している。2004年以降は南の風、より富士が販売している。主な駅弁は下記の通り、1日平均乗車人員び 上皇寺民の推移は、下記の通り。2004年、九州新幹線が部分開業して、以降、新八代駅が新設したことで、上皇寺民が少なくなっている。2016年からの1日平均乗車人員の、推移は、下記の通り。駅舎のある西側は、八代市の中心市街地の東端をなしており、八代市役所、八代城、松井神社、 商品券等からは 2km ほど離れている。東側の駅裏は日本製紙八代工場となっている。駅前に三考バスと神園交通が乗り入れている。三考バスは八代営業所が担当。かつては八代営業所、八代三考発着を中心に駅前ロータリーから熊本、浮き方面、旧泉村、東洋村方面、熊、坂本、 河野瀬、白石、日立、川原屋地区、人吉方面、人吉、郷、水俣方面、水俣三港、薩摩仙台方面、快速薩摩号、阿蘇熊本空港、エアライン、八代号、八代港方面、群地区、三島地区など広範囲へ、多数のバスが設定され、松橋営業所所属の大型車両や、水俣営業所所属の車両も八代駅前に、 乗り入れていが、沿線の過疎化や少子高齢化に伴う深刻な乗客減などにより2010年10月1日のダイヤ改正で運用形態が大幅に見直されて、八代営業所一部のみ、水俣営業所所属の小型車両、中型車両のみの運用となり、この日から新設された八代市街地循環型のコミュニティバス、皆バス、夢バス、 町バスや八代市役所発着で、市内のみの運行を中心とした近距離で、地元密着型の利的なダイヤに変更された。その後もダイヤの見直しで、運行路線の系統整理や、運行範囲の縮小を重ねているため、駅前発着の路線バスは、年々本数が少なくなり、運行範囲も大幅に短縮されてしまっている。2017年には、 八代市地域公共交通再編実施計画を策定し、同年10月1日に施行され、主な内容としては、運賃の見直し、期終点の変更、一部路線の延長、短縮、ルート変更、一部路線の増便、減便、系統番号の新設、デマンド運行や乗り合いタクシーへの移行がある。2017年10月1日現在では次の通りで、 特急列車等の有料列車については、各列車記事を参照のこと。臨時快速、オレンジ食堂の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。土休日のみ運転。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。